白金れんちゃん、幼い光栄です。焼き大根餅のご紹介をします。焼き大根餅の、下準備をします。大根は少し大きめの千切りでカットします。大根は少しバラバラの方が食感を楽しめるんで、あまり大きさを揃えない方が食感がいいので、バラバラに切ります。しいたけはみじん、大きめのみじん切りで、少し大きめのみじん切りにして、干しエビは粗めに、粗めのみじん切りで大丈夫です。このまま、粉を合わせます。上新粉、こちらがコーンスターチ、お水ですね。少し混じませてから水を加えて、はい、この後水をなじませる程度っていう風に考えてください。上新粉はもっちりした歯ごたえを、コーンスターチはパリッとした焼け具合を、表現できますので、こちらの2つの粉を使ってます。今回はこれくらい混ぜてもらって置いておきます。じゃあ大根餅を作っていきます。少し油ならしをして、ごま油を入れます。油を入れたら、まず干しエビと干し椎茸を入れます。椎茸を入れます。しばらく、炒めてもらって、香りが出てきたら大根を入れます。大体中火くらいで全体をなじませるようなイメージで、全体に油がなじんだと思ったらお水を入れます。ここに、砂糖からスープの素で、お塩を入れていきます。しっかりと沸かして、アクが少し出てきますんで、軽くアクを取ってもらって、少し煮込んで、大根が軽く柔らかくなったなと思ったら、柔らかくなったらもうこれで火を止めます。先ほど合わせた粉に煮た大根を流し入れていきます。少しだけこのタレを入れて、軽く攪拌してすぐ混ざりますので、このまま、はい、この状態になったら全部入れて、で全部入れてしまいます。この後お玉なので軽く混ぜてもらって、この状態になったらバットに一気に流します。少しこのお玉で平らにしてもらって、蒸し器に入れていきます。蒸し器で45分、強火で、45分蒸し上げていきます。蒸し器がない場合は湯煎で50分くらいやってみてください。45分経ったので、大根餅を蒸し器から取り出します。ここでの一番のポイントは、蓋を途中で絶対開けないっていうのが一番のポイントになりますので、このような状態になったら、完成になります。粗熱をしっかりと取って、ラップをして1日冷蔵庫で冷やします。冷やすのは、しっかりと固めて焼きやすくするためです。じゃあこちらが、1日しっかりと冷蔵庫で冷やしたものになりますね。こちらをカットしていきます。もうしっかりと冷えてるんで、
崩れたりはしないので、これをカットしていきます。少し包丁に少しだけお水を入れて、お水を少しまぶしてもらって、それから切っていきます。水で濡らしながら切ってあげてください。このサイズでしたらだいたい3等分くらいでカットしていきます。じゃあこれを焼いた時のコーティング用に、片栗粉を少しまぶして、焼いていきますので、最初、全体にですね、粉をまぶしてあげてください。薄くつけるようなイメージで片栗粉をつけていきます。じゃあこちらをフライパンで焼いていきます。じゃあ大根餅を焼いていきます。鍋は、少し温めたところに油を引いていきます。こちら先ほど切って粉を打った、大根餅を置いていきます。最初は中火で、あとは弱火にしてゆっくり焼くイメージで焼いていきます。焼き目がついてきたと思ったら繰り返していきます。少し間ゆすりながら焼いていきます。ゆすりながら焼くことによって焼き色はまんべんなくつくので、軽くゆすってください。ゆっくり焼いて、まんべんなく焼き色をつけるイメージで、蒸してしっかりと火は通ってるんで、フライパンで温めるイメージくらいでの焼き色で大丈夫なので、このくらいで、完成です。でこちらこれくらい焼き色がついたら火を止めます。大根餅のタレを作っていきます。粒マスタード、こちらが醤油ですね。醤油を入れてもらって、軽くで大丈夫です。軽くこう混ぜ合わせる、混ぜ合わせて少しマスタードが溶けるようなイメージで、そこにごま油を少し、こちらがタレになります。焼き大根餅の盛り付けをします。大根餅を用意してもらって、こちらに盛り付けていきます。このように盛り付けて、こちらタレを添えてもらって、最後にこちらパクチーを横に乗せてもらって、こちらで完成になります。